はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちらアバタロー戦隊ドンブラザーズデラックストラドラゴン人ですはい、これはドンブラザーズの2号ロボで、漢字の通り、トラと竜のドンロボ悟空とドンロボボルトが合体するんだけど、追加戦士は1人で桃谷二郎だけですから、どうやって合体するのかと思いきや、まさか闇落ち二郎側のドン・トラボルトと合体時には分裂して2人になることで、それぞれがロボ太郎化して合体ロボが出来上がる ってていうかなり離れ技でトラドラゴン陣完成してましまたねそして今回も合体が超大きくって全高34センチだし12号ロボのスーパー合体のトラドラ鬼大陣も画像がそこかしこにあってこれも相当巨大合体のようですがまだ本編には登場しておりませんのでまずはトラドラゴン人で遊んでいきましょう 説明で気になるのが、炸裂ジェットアウトギミック。合体と同時に、頭部が本編通り飛び出てくるってことコアロボ側が闇落ち二郎なので、高速具的な感じで、金のアーマーを装着するんですよね。はい、取り出すと、アパーツさすがにいっぱいある。そして、コアロボ方式がめちゃくちゃ好きな僕としては、ドンロボボルトが気になっておりましたが、あこの手触りいいっすね。 カチカチ感。であ、確かに変形しても、頭部は取り出せないんだ。ここか、ここを押し込んでってことおおジェットアウトギミック確かに、結構、勢いよく頭部が出るんすね。あ、でも人型状態思ったより、ずんぐりむっくりだな。でも簡単そう。こうでこうで。 こうすれば、ビースト状態が完成とか、そういうことだよね。なんだけど、それ以外がかなりバラバラにパーツ入ってて、開けるとパーツが相当バラバラに入ってますので、まずはそれぞれのビースト状態を組み上げましょう。爪と、このパープルのパーツ部分をこのようにレーンで連結したら、ここを使って、 ロロボボルトトののののジョイントのこの一番前の部分でロックしてあげるとはいこれでドンロボボルトが完成でドンロボ悟空の方は顔を上げてバイザーを畳むと足タゴになるわけねそしてここをひっくり返すとジョイントが出てくるからこちら側にはめてあげてもう一個足パーツがありますので反対側のジョイントに。 セット。そうしたら、こことかここにジョイントがあるんで、足をまっすぐに。さらに、こうして横にずらして、ああ、もう完全にドラゴンの足になるわけね。シェンロンみたいな長いドラゴンじゃなくて、ファンタジー世界のドラゴンみたいなシルエットなんですよね。そして、腕パーツ。反対側も。 同じように赤いところでジョイント連結して詰め前に合体状態のスーパー合体のメットだこれをはめるとへえあしっかりマウントできるで尻尾のジョイントがあるからここに尻尾を差し込んであとは赤いところに合体後の肩アーマーをセットこれでドンロボ悟空も完成だ余剰パーツ一切ない はい、改めて中身はこうなってて、ドンロボ悟空とドンロボボルト、一切パーツの余りがなくて、綺麗にリュウ子が組み上がりますね。ではまずはドンドラ悟空のドンロボ悟空から見ましょう。でかいこれが合体後に外側のアーマーをまるっと担当しますので、ビースト状態の形状からすでに大ボリュームになってて、はい、全体をぐるっと、 見回すとこうで、ドラゴン型のロボってちょいちょいありますが、ぬるっと全長が長いものではなくて、このように四足歩行型っていうのがまあまあ珍しいかな。ほとんどがゴールドパーツで構成されておりますが、ちょっとピンクっぽい差し色が各箇所に入ってるのも非常に印象的ですし、自律安定性もめちゃくちゃいいですね。はい、近づいてみるとドラゴンのフェイスがあって、 でバイザーありますし口は変形の関係で稼働こそしますが、口をオープンとかはありませんね。胸は合体時に目立つメッキパーツになってて、内部にコアロボが入る設計なので、体の内側は結構隙間がありますが、その部分にスーパー合体後のメットパーツが格納されてて、 この辺の変形もよくできてるな。合体ロボ状態とドラゴン状態でカチカチとクリックで変形すると。モールドの入り方も非常に細かいですよね。合体後は剣になる尻尾パーツだったりとか足裏まできっちりデザインが入っておりますし、前足の爪パーツなんかも非常にダイナミック。そしてこの状態での稼働は前足がこのようにぐるっと 回転するのと関節可動はありそうだけど動かないんですね変形の関係で爪が動くし後ろ足もクリックで変形の関係で動かすことができて 一歩も前後稼働 OK。なのでサンプル画像だと後ろにこうやって前に左足出してこんなようなアクションポーズ撮らせてましたよね。なのでグリグリ動くというよりはクリックでカチカチと稼働して一応直立とはまた違うポージングを撮らせることなんかもできます。これがドンロボ悟空でいやかっこいいよ。 こっちがトラモチーフのドン・ロボボルト。闇落ち次郎のドン・トラボルトが変形するロボ状態で、はい、全体をぐるっと見回すとこうで、背面にバズーカ砲と爪が合体したような武装がはまってるのもなかなかごついですし、 パープルカラーっていうのもあって、ドンメが変形するんじゃないか疑惑がありましたが、そんなことは全くなかったね。なんだけど、ジローが分裂する理由がまだ分かっておりませんから、あの辺も何か秘密がありそう。で、こっちは虎モチーフなので、意外と可愛い頭部造形に、いつも通り目の周りがバイザーになってて、可動は口が開閉ちょこっと、 クリックありますね。あとは前足がクリックでロールしますし、前側にワンクリック関節も入ってて、ここも変形の関係で動くので、襲いかかるような、後ろもこれ、ワンクリック、ジャンプポーズっぽいことが案外できるし、てかあれかここ、まっすぐ、もうワンクリック前に獣足っぽくなるんで、これが正常な 前足か。なので両方ともこのようにかっこよくポーズ付けも意外と OK。ちなみに犬ブラザーのロボとサイズを比べるとさほどボリューム的には変わんないんだけど今回の方がいろんなパーツがひっついてて情報量多めですね。そしてドンロボボルトに関しては単体で2モード変形、人型いけますので外してあげて足をまっすぐにここも つま先立ててあげてハの字に腕を下げて顔を前に持ってくるとここをクリック入って このように動きますんで、はい、人型状態が完成で、ロボの顔出てないじゃんなんだけど、単体で出すことはできなくって、たださっきやったように綿棒とかで押してあげれば、はい、ポップアップギミックがオンされて頭部パーツが出てきますが、合体ありきのこの頭部ポップアップなんで、単体での人型状態のプロポーションはだいぶ問題ありな感じですね。意外と口周りが将軍っぽくって、メット造形もちょっと和テイストなのかな じゃあ、トラドラゴン人に合体行きましょう。まずは、ドンロボボルト側は先ほどのように人型にしますので、一旦パーツを分解してから、肩アーマーを展開。そうすると、熱烈歓迎かな漢字表記になってて、そして腕下ろす、足まっすぐに。で、さっきはこうなってましたから、ハの字にして顔上げる。合体のために爪はすべて下に 下げます。はい、これで合体準備が OK で、ドンロボ悟空は、まずは一旦各部、まっすぐにしつつ、背面パーツを外す、剣も外す、内側のメットも外して、細かいパーツを外した状態から、シルバーの根元から腕パーツを外します。反対側も。そして外した、 腕パーツのこの根元のシルバーはさらに分割して、これを背面のブースターとして使います。ほら、ここにバーニアあるでしょなので一旦ここで合体させて、下半身は足をまっすぐに変形。で、ここから 今度はこっちが表側になりますので、こうだったものがこうね。ここをハの字にして、足が入るようにロックを外す。コアロボセットのためにメッキパーツの胸の拘束具を上に上げる。で、外した腕パーツが最後連結して腕パーツになりますので、拳を前に持ってきて爪を 赤いパーツが奥でジョイントが前に来るようにしたら拳を前にして爪パーツを格納ここからコアロボを入れていきます内部のここにジョイントがあって受け側のジョイントがあったりとか頭をポップアップするための出っ張りがあってはめ込む側がありますのでこの辺の位置を合わせつつ腕もハの字にしておく必要がありますね ほらこのように、各パーツが、はまっていくんですよ。で、押し込むと、ジェットアウトギミック。いきます。おー本当 <laughs> ほんとだはめ込むと、はい、カッチッとロック入りますので、そうしたら胸アーマーを下ろします。さらに、こことここでロックが入って、で、ここから顔を倒すと。かぶせるような形で顔を倒してあげて、 下顎を展開するとバイザーが顔の部分に入るわけね。この辺すごいな。で、足とかもちゃんと奥まではめ込んであげると綺麗にはまりますので。あとは外したスーパー合体のメットパーツは裏側のここにマウントすることができて、肩アー,マーを展開して、こっちは紙、縦、撃機。これを下側のジョイントを使ってロックで、青い方を左側、 ここにジョイントがあって、こっちに受けですね。これで連結。ガチャっと。で、反対側も、こっちはパープルの肩アーマーを取り付けしたら、同じようにジョイントで連結。組み上がっていくの超楽しい。最後は武装パーツね。剣の尻尾の武器を右手に、 爪パーツの内側のここの T 字部分を左の拳の上側にスライドしてロックしてあげれば、 タイガードドララから変身音も鳴ってトラドラゴンジンが完成しましまたシンプルにかっこいい今回もいやドンブラザーズロボは物語はかなり攻めてる感じありますけどロボに関しては案外シンプルなかっこよさ求められてますよねそして全高34センチはやはり大ボリュームなんだけど足首がこれだけ前後幅取ってありますので全然不安定さない パッと見ちょっと上半身フラットしてるように見えますが、それは足首がちょっと変わった品質ジ造になってるからだろうね。なんだけど、金具の軸入ってますから、合体後不安定さっていうのは全くありませんね。僕、こういうコアロボ方式の合体ロボ、かなり好き。はい、上半身ぐるっと見回すとこうで、スーパー合体のメットパーツも なかなか目立ってていいんじゃないで、さっきまで、ね、ドラゴンの関節パーツだったものがバックパックに変化とか、畳まれてた黒いパーツも肩アーマーに変化。そして本編では暴走する闇二郎を上から拘束するような形でハウスで普通の二郎が押さえつけてますが、ちゃんとそのイメージ通りの合体ロボに仕上がってると。 そして肝心のドン鬼大人との大きさ比較はこうで、ほぼサイズ変わらずいや、角のこの部分までカウントすれば、どっちも36センチ合わせじゃない一応公式数字はこっちが36、こっちが34なんだけど、並び立った状態の前後イメージは全く変わりませんね。これはかっこいい。こうやって、1、2号ロボで並び立たせるとド迫力。まあ、でも一応顔の位置で言うと2センチぐらい下がってるのかな ザ・追加戦士ロボのカラーリングとかすっごい,いい。あとは可動ねドン鬼退治に関しては相当動いておりましたが腕可動はこれワンクリックあなるほどね肘可動、これでワンクリック可動入るのと根元の可動はパーツが干渉するんでワンクリックだけだで,で後ろ側は3クリック123両腕どちらも肘ワンクリック 前に1クリック、後ろ1に3クリックで、腰ロールなんてもちろんないよね。ここ可動入ってないんで。で、下半身も、本編だと結構カンフーポーズ撮っておりましたが、あ、意外と上がるか ?2 クリック、膝可動あ、膝可動いけるんだ。なんで、ちょっと歩きポーズっぽい、こういうことは、 いけるいけるんだけどグリグリ動くとかそういう感じじゃないですねとはいえコアロボが入ってることを考えたらまあまあ動くのかなさすがに本編みたいに縦横無尽ってわけではありませんがこんな感じで肘を曲げたりとか振りかぶったりとかそういうことはいけますまあ下半身も思ったより動くかな腰ロールがあればいいんだけど そもそもこの辺繋がってるもんね。コアロボと鎧側が。基本は上半身の可動でアクションポーズを取らせる感じかな。こういう爪攻撃的な感じもいいし、大きなやつを外して、元々の爪パーツ展開みたいな、指ミサイルみたいな、内部のこのパーツと側のパーツが ワンクリックでちゃんと動くのすごいな。まあでも今回は合体前からいろいろとポーズが変えることができたりとか、人型変形とか、そういうギミックが搭載されてますもんね。てか爪パーツも武器側もなかなかの大きさだな。じゃあ元に戻しましょう。なんか結構ステップ数あるように感じましたが、慣れてしまえば非常に簡単で肩アーマー外す、畳む、武器外す、 そして胸アーマーロック外しつつ顔も上げてこの状態なんか昔のおもちゃっぽくってすっごい良くない離せみたいな状態からハウスですもんね虎の顔を拘束してるんだよなでこっから腕アーマーをサイドに引っ張って外して足もロック外して前に引っ張って 抜いてあげるとそうすると人型状態になってますから顔押し込んでビースト状態に戻してあげると爪も前にしてまっすぐからの足まっすぐつま先まっすぐ肩アーマーの黒いパーツと爪を合体したら背面にロックでドンロボボボルト完成でしょでこっから 竜側も足揃えてロックして外側にずらしてヒンジを使って後ろ足合体後のメットパーツをお腹に移動して雨元に戻す竜の顔をまっすぐにして下顎戻す外した腕パーツをさっきまではこうだったんだけど要は合体時は逆になるわけねでバックパック バーニアが上に来るように両方ともはめて腕パーツをジョイントでロックと尻尾パーツをやっぱステップ数はあるけどすっごい簡単はめたらここにも連結してあげてドンロボ国完成これはポーズつけると一気にかっこよくなるんだよなって感じで慣れてしまえばあっという間に戻し変形もお手軽ですね ということでデラックス・トラドラゴンジン紹介しましたがドン・オニ・タイジンに関しては正直僕も買って合体してから合体したままで色々グリグリ遊んでる感じであんまり分離することがないんだけどトラドラゴンジンに関しては変形合体がすっごい楽しいんでコアロボをはめたり外したり分離して流行変形とかまた別のより手遊びで遊ぶようなデラックス玩具にまとまってましたねそしてこの12号ロボの合体によってトラドラ・オニ・タイジンが完成しますのでまたそれは本編に登場しましたらやりましょう以上 アバタロー戦隊ドンブラザーズデラックストラドラゴン人の紹介でした。